イブクエラー、2015年イブラビン・クーエラーは、アメリカ合衆国の女性指揮者、イブクエラー、イブケラーとも、1931年、ニューヨーク市にイブラビンとして生まれ、5歳からピアノを弾き始める。ハイスクール・オブ・ミュージック・アンド・アートへ入学し、1948年に卒業、マネス音楽大学に進んで、ピアノと指揮を学んだ。 さらにマーサベアード・ロックフェラー基金の補助を受けて、ジョーゼフ・ローゼンストックに指揮を、ポール・ウラノフスキとポール・バールに伴奏法を指示。またセントルイスにおいて、ワルター・ジュス・キントや、レナード・スラット・キンに、ヨーロッパでは、イーゴリ・マルケビチやヘルベルト・ブロムシュテットに学ぶ。メトロポリタン歌劇場の練習ピアニストや、ニューヨークシティ・オペラの副指揮者を経て、1971年に、クウェラーは、 演奏会形式のオペラ上演を専門に行う、オペラオーケストラ・オブ・ニューヨークを設立し、自ら音楽監督となる。このオーケストラは特にリヒャルト・ワーグナーの、リエンツィア・レオシュ・ヤナーチェクの、イェヌーファ、リヒャルト・シュトラウスの、グントラムといった、演奏機会の少ない作品を取り上げるほか、ジャコモ・プッチーニの、エドガール、ベドルジ・ハスメタナの、リブシェなど多くの作品のアメリカ初演を行った。 オペラ・オーケストラ・オブ・ニューヨークの活動を主としてきたが、その他にも、マリーンスキー劇場、オーストラリア・オペラ、ハンブルク州立歌劇場、プラハ国立歌劇場、フランクフルト歌劇場、フィラデルフィア管弦楽団やモントリオール公共楽団、クリーブランド管弦楽団、ホノルル公共楽団など多くの歌劇団や管弦楽団に客演し、国際的に活動している。また、 学術的な音楽史に複数の論文が掲載されているほか、ガエターのドニゼッティのオペラ3作の工程もいった。2002年にフランス文化賞芸術文化勲章シュバリエを授与され、2010年国立芸術基金のオペラ名誉賞を受賞。2011年にオペラオーケストラ・オブ・ニューヨークの音楽監督を退き、同団の警官指揮者となった。ありがとうございます。